伊佐住神社。伊佐住神社は、福島県大沼郡藍住里町空林にある神社。式内社、明神大社、道の区国二宮。旧社格は、国兵中社で、現在は、神社本庁の別表神社。藍津盆地内園の宮川沿いに鎮座する、道の区国二宮、藍津総鎮守である。藍津という地名は、第十代主人天皇の時に派遣された四。 道将軍のうちの二人、北陸道を進んだ、大彦の命と東海道を進んだ、竹ヌ川分けの命とが、合図で行き合ったことに由来すると言われ、二人が合図の開拓神を祀ったのが、伊佐墨神社の創始とされる。合図地方では、古墳時代前期にはすでに、大和王権特有の大型前方公園墳が、築造されており、王権勢力の東北地方への慎調の実情を、 考える上で重要な要素を担う神社である。境内は広く、内部には、うっそうとした社窓が広がる。社殿は2008年、平成20年の火災で消失したため、現在は仮社殿を設けた上で再建中である。また文化財として、室町時代の修漆市近藤宗信を、国の重要文化財をはじめとする多くの社宝、天然記念物、神事を現在に伝えている。 祭神は次の世柱。伊佐住大臣や、伊佐住大名人と総称される。演儀式神明朝では祭神を一座とする。伊佐住神社市の他現在の処分権では祭神を、上記を柱と記すが、世柱に加え愛との神として、塩釜大臣、八幡大臣の二柱も祀られており、小室前の旧本殿では向かって、右座に、塩釜大臣、左座に、 八幡大臣が鎮座した。また、欧州二宮愛日三世一位、伊佐住太氏明神社演技によると本事仏は、文字菩薩とされていた。伊佐住神社で現在祭神とする与柱は、いわゆる四道将軍説話に関係を有する。四、道将軍とは、日本初期に見える、伝説上の四人の将軍、大美子命、部、定川別名、厳彦,彦の命、 丹波同種名の総称出る。同書では、四人は、辻人天皇十年十月にそれぞれ北陸、東海、聖道、丹波に国土平定のため派遣され、辻人天皇十一年四月に平定を報告したと言う。一方、古事記では、派遣人物、時期において移動があるが、やはり、大彦の命、竹ヌ川分けの命を、孔子寺、東方中に道に使わしたとし、 さらに、大彦の命、竹ぬかあわけの命が行き合った地を、合図と名図た土地名の起源を伝える、合図は、合図を指す。四道将軍説話については、古事記、日本書記での記述の移動の存在や、ス春天皇2年、589年に、大海新満、獅子人新願、安倍新がそれぞれ東三道史、東海道史、北陸道史として派遣されたと得る記事の存在から、 後世の出来事に基づく造作とする見解が強い。一方で、大彦の命、竹ぬかあわけの命の光栄である、安倍氏族の分布は、下津家から合図を経て、越後へと繋がっており、何らかの歴史的背景が存在したとする指摘もある。合わせて、合図地方には、亀が、森古墳、川沼郡合図番華町、東北第二位の規模や、 三角円新獣鏡を出土した合図大塚山古墳、東北第四位の規模に題される四世紀代、古墳時代前期の大型前方後円墳が築かれており、早い段階での山王権の電波が考古学の面からも指摘されている。伊佐墨神社の社殿では、上記の四道将軍説話の延長線上の伝承として、当地で行き合った大彦の命、 竹の川分けの命不死が国土開拓祖神のイザナギノ村、イザナミノ村を放祭したことに始まるとしている。そのため、古くはイザナギノ村、イザナミノ村二柱を祭人としたが、幕末に国学者の大竹正文により大彦命、部、定下は別名の二神祭人説が唱えられ、以後祭人論争が続いた。現在のように余柱を祭ると定められたのは戦後からである。 なお、いさすみ、いさすみという神明については、いさなみ、いさなみのの天音とする説や、大彦の命、竹ぬかわわけの命二人が、いざすすみと励まし合ったとする説があるが明らかではない。社殿によると、辻人天皇、第十代十年に、大彦の命、竹ぬかわわけの命不死は、それぞれ四、道将軍の一人として、北陸道を、東海道に派遣され、合図で行き合った。 そして、合図で中央の農耕技術、先進文化を伝えた後、国家鎮護のために、福島県、新潟県境付近の天津学、三か倉岳に、国土開拓の祖神である伊沢木野村、伊沢波野村を放災したのが、伊佐住神社の地であるという。その後は、博士山、明神ヶ岳、波様山を経て、金明天皇十三年、五百五十二年に、高田南原、 高間ヶ原原綾あ園に遷座。そして近明天皇21年、560年に、現在地の高田東原に潜座し、社殿を創建したと伝える。その社殿造営の際には、大宮寺は、上官の安倍少年の起き、中官は盛んに、赤、吉宿根君なりと、右官に、黒田少年、ね、道実の人、さらに官主九人や兼業ら多数の新官があり。 法子に携わったという。このうち、黒田すくねは、竹ぬかあわけの命の弟と伝える。地名現象では、以上に見える三名のうち、三かぐら岳は鎮座の際に、かぐらが奏されたことに、博士山は四、道将軍が大大刀を腰に履いて通ったため、博士山と称されたことにそれぞれ由来すという。また、三番目の明神が岳には、現在も、 伊佐住神社の奥の宮が鎮座している。前述のように四道将軍説話の史実性は明らかでないが、三日倉岳博士山明神ヶ岳という道筋には、越後から合図の常、並川、只見川沿いの幹線路が想定されるため、伊佐住神社の潜座ルートは、大彦の命による北陸からの進行路を表すという説が挙げられている。また、このルート周辺では、 伊佐墨神社の仙座を妨害したという、仙国太郎、仙国太郎、仙国太郎伝説が残り、この伝説に、大和王権への教順前の合図の様子を見る指摘も、ある。国史での初見は、昭和年、八百四十三年で、伊佐守備神の神海が、無意から十五意下に少女されたと見える。延長五年、二十七年成立の演技式神明帳では、 道の区国会津郡に伊佐住神社名神大と記載され、名神大社に列している。この合津郡は、大沼郡分地前の郡で、当時の合津地方は、合津郡と山郡の二郡からなっていた。二郡の式内社は、伊佐住神社、古外国神社、合津郡、岩橋神社、山郡の三社で、それらのうち伊佐住神社のみが、名神大社に列している。また、 和名省に見える地名として当地は、藍津郡、八代郷に否定されるが、この、八代とは、社すなわち伊佐住神社に由来するとされる。その他、長野軍祭によると、公和五年、千百三年六月十日において、道の区国の代表的な神社の一つに、伊佐住神社が挙げられている。上記の岩橋神社、現、山国稲わし町については、国史において、 最高2年、855年に14人下に、破壊されたと見える。すなわち、9世紀中頃までは、岩橋神社の方が上位であったが、9世紀後半に、社格の逆転が起こり、演技式神明帳がまとめられた10世紀初頭には、伊佐住神社の方が上位となったことになる。この逆転に関しては、岩橋神社が万代山を祭る国つかみとして上位に、 あったのに対して、伊佐澄神社が、この時期に中央神である伊佐奈木の尊、伊佐奈美の尊を勘定して天神神に列したためとする説があり、四、道将軍の演技への取り入れも、この時期と推測する説もある。なお、伊佐澄神社氏では、伊佐澄神社と岩橋神社との関係について、古くは、伊佐澄神社側ではひもろぎを立てて岩橋神を迎え、岩橋神社側でも、 伊佐守備神を稀人神として祀るという双互関係にあったと伝える。中世には伊佐住神社は道の区国の二宮の地位にあったとされる。中世紀の様子を伝える資料は少ないが、当時八幡宮長町の裏書きにおいて十五世紀の道光が確認されるほか、現在に伝わる文化財数点に領主足なしからの数形の様子が見られる。社地としては中世には 足名氏から300巻文を、近世には、藍津藩主の松平氏から30国を受けた。また、別当時として、略王2年、1339年の会期という、清滝寺が存在したが、巻文7年、1667年の神社改めで社地からは覗かれている。また文献によれば、次のように社殿の消失と再建を繰り返している。1873年。 明治6年6月13日には、近代社格制度において、国平中社に列した。また1900年、明治33年から1916年、大正5年には、合図藩主、松平片森次男の松平武雄が、宮寺に着いたことが知らる。戦後は、神社本庁の別表神社に列しているほか、全国一宮会により、新一宮として、 岩代区二一宮に認定されている。2008年、平成20年10月3日には火災により廃電、授与所が消失し、同年10月29日にも火災で本殿、神楽殿、新選所などが全焼したため、現在の本殿、廃電等は再建中である、2014年8月、現在。宝物の御招待演響の名には、欧州二宮小一位。 伊佐墨大明神、大道四年、八百九年、紀中大旦那の力清と記されていたというが、この鏡は、文紀三年、千五百三年に消失しており、詳細は不明。この火災で、千名を、息も消防したので、天文二十年、千五百五十一年に、装置橋が京に上って、小一位の戦時、変額を賜ったというが、これも後に消防している。 境内は0.66ヘクタール2万坪で、内縁0.33ヘクタール1万坪と外縁0.33ヘクタール1万坪からなる。主要社殿は2008年、平成20年の火災で消失したため、現在は廃殿後に建てられた仮社殿をして祀られている。2014年、平成26年から再建工事が始まっており、 完成後の本殿は高さ32メートル、拝殿は高さ20メートルと予定されている。消失した旧社殿は1899年、明治32年の造営。旧本殿は三軒車流れ作りで、これに平殿で接続された旧拝殿は七軒車流れ作り銅板武器であった。老門は平成元年百八十九年の造営で、上記の火災は、 マヌガレ現存している。この楼門の造営に際しては、それまで使用されていた三門が東に移されている、現、東新門。なお、これら玉垣を隔てる書門では、御腰が通る時以外は、白根のが掛けられているため、参拝者は、楼門横の回廊に開かれた入り口から、玉垣の内側に入ることとなる。境内の林は、神域として、立ち入りが禁じられていたため、 自然林が保たれている。特に宮川沿いの東側は、巨木が多く、春に入れ系や木北拳や大ナラがしわが自生する。また、低木としても油ちゃんにはとこちキきサが、草では、エゾエンゴサクニリにソウなどの植物がある。これらの植生は、合図開拓前の生態を表し植物学的、民族学的に重要であるとて、車層は、 藍住里町指定天然記念物に指定されている。玉垣内では本殿跡東方に富士、塔の巨木が立つ。この富士は白樫島に巻きつきながら約三十五メートル以上の高さまで伸びており、飛竜の富士とも称される。樹齢は百年以上あるとされ、根回りは二メートル以上になる。福島県内では稀な巨木の富士であり、 福島県指定天然記念物に指定されている。この富士のそばには、天がが天正六年1571年に母の病気平愉祈願として植えたヒノキと伝える天海草場、手植えヒノキも立っている。楼門そばには、合図後桜の一つ、薄墨桜が立つ。学名は合図薄墨。花びらは八重に一重が交わり、 はじめは薄墨を含んだ白色であるが、時期が進むにつれて、紅色を帯びていく。社殿では、伊佐守備神が明神が竹から潜座して、以来の神木であるといい、毎年春の花しくさいではこの花を入れてついた餅で、祝縁が催される。この薄墨桜は、藍住里町指定天然記念物に指定されている。このか、京大南の道路を挟んだ地には、深縁の、 あやめ園がある。この地は、佐守備神が明神ヶ岳から先座した際に最初に、鎮座した高間ヶ原、高田南原の地であると言われ、佐守備神は当地に、金明天皇十三年から二十一年、五百五十二年から五百六十年の間鎮座したとされる。園内には、約百五十種十万株のあやめが植えられており、 これらの花が見ごろを迎える6月15日から7月5日には、やめ祭りが模様される。奥宮は、藍住里町、西本あざ明神岳に所在し、明神は岳山町付近の東側に、石祠が鎮座する。奥の宮の地は、伊佐守備神の旧鎮座地と言われ、社殿では、伊佐守備神は、博士山から奥の宮の地へ、そして、 奥の宮の地から高田南原へと移ったという。奥の宮の地では古くは自然石一行して、神座跡と伝えていたが、漢方四年1744年に現在に見る高さ115センチメートルの石祠が建てられた。この奥の宮の地は、伊佐守備神の信仰が定地文化の発展とともに山岳から平地に移ったことを示すものであるとされ、伊佐住神社、 奥の宮の地として、藍住里町指定史跡に指定されている。伊佐住神社市では、境外、説末社として、次の十二社を乗せる。所在地、付属施設、交通アクセス、周辺、駐車区限定出店、書籍、サイト。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。